はい、今回訪れたのはですね、うどん四方吉とカレーうどんが人気のうどん屋さんですね。群馬県にあるところなんですけれどもね、隣にたこ焼き屋さんがありますね。ここの系列みたいです。たこ顔だそうですよ。店内はね、有名人のサイン等もあります。テレビでも紹介されてるみたいですね。さあ、日替わりメニューがめちゃめちゃあります。定番以外のさまざまなメニューが出る。毎日来たくなる仕様になってますね。これうまそう。定番もね、結構種類多いですよね。ご飯物もまあ人気がありますと、まあ、日替わりでセットになるものもあるみたいですけどね。そして人気メニューは豚カレーうどんと味玉付き、こちらですね。味玉とたっぷりの豚肉が入っていると。で、細かく選択ができますね。味玉濃厚が基本、私もできます。で、辛さ調節可能と、まあ、今回辛口でいってみましょうかね。そしてネギもっと欲しいな普通盛り、大盛り、カレー特盛りって何やねん。まあ普通でいってみましょう。麺、カタッサ、カレーうどん、カレールー、やっぱルー大盛りすれば濃厚になりますよね多分。まあ普通でいってみましょう。肉増しもできますね。まあどれぐらいか最初ちょっと分かんないので普通でいってみますけれどもね。さて、これで注文確定でございます。まあ他にもね、天ぷらやサイドメニューとかありますね。うどんは天ぷらつけたいって方もいるかと思いますんで、必要に応じて追加してみてください。まあ自分は今回はいいかな。しかし気になるメニュー発見、餃子ですね。ジャンボ餃子となってます。ジャンボで150円って安くないですか。でもなんか選んだらジャンボ消えたんだけどまあ揚げ餃子ではい、行ってみましょう。特製いっこちゃん餃子を贅沢に揚げてみました。クリット食感3個150円。さあ来ました、豚カレーうどん。これはね、見るからに濃厚そうですね。いい匂いがするし、トロットロですね。これ20種類のスパイスとこだわりのミルクを使っております。そしてトロトロのこのね、カレーがね、うまい。ミルク感結構あるカレーですね。トロッとしてますよ。でもね、コシがあって食べ応えあります。まあでもね、大盛りとかにしたいですね。これもう箸止まらないですわ。たっぷり豚肉入ってますね。濃厚なカレーと合わさって絶品でございます。柔らかい豚肉、豚バラかな。そして卵、ちょい半熟かな。結構固めにはなってますけどね、まあ、カレーと相性いいですね。カレーたっぷりつけて食べるとこの卵も美味しいですよ。そして揚げ餃子来ました。ジャンボかこれまあいいか、3個150円だし。まあカリッとしててね、美味しいですよね。なんかね、結構入ってますし。そしてね、ご飯食べたくなっちゃって頼んじゃいました。このカレーはご飯とも食べてみたい。これはね、うまいですよ。普通にカレーライスの、ね、メニューもあるんですよね。豚肉とご飯だけだとこれ止まらないですわ、まあ、テレビで紹介されるだけはあります。大満足でした。ごちそうさまです。四方吉、群馬県高崎市にあります。ぜひ行ってみてください。今回の動画はここまでです。ありがとうございました。